To be decided. あ、洗濯ですか。うん、よいしょ。乾燥。乾燥機か。このドライブ用のための曲を作ってるだけだから。なるほど、ドライブ用だったんですね。診療内科の先生的にはもう全く軽装ですらない。軽装ですらない。てかそういう軽装の人ってもう眠れないから。ああ。去年のその僕が初めて行った時とかはあれは軽装くらいだったんですか。その朝4時くらいに目が覚めたとか。ああは軽装じゃない。ああ。でもさ結局そう状態ってもう論理的じゃないってことだから、そんなことってもう俺ほとんどないわけ。そうですね。だから危ない感じなのよ。インテリヤクザみたいに、はい、もう鍛えすぎて論理的じゃない、脳みその動きは論理的じゃないはずなのに、はい、もう何て論理的に喋れちゃってる。なんかもう来年のその鬱をなんか宣言してるじゃないですか。なんかもう10月には冬眠するっていうの、それもなんていうかその自分でコントロールできるようになった感じなんですかね。そうね。
前やね、中学生だね。めっちゃ前。バンドっぽい青ちゃんのギターの弾き方もエレキやってるから。青ちゃんやってたの？やってるんですね。青のそうエレキ。京さんがベースで。そうそう。え、実際バンドとか組んでないんですか？バンドは組んでない。あ、いや、知らない。よくレコーディングするんですか、青ちゃんの友達と。そうね、まあ、でもまあこの子とはその前はなんだっけ、ライブとかもやられるんですか、青ちゃんの。青ちゃんのライブどうなんだろうね。まあ青ちゃんは1年に1回一面道子のほら命日でいいんじゃない、はい、その時は京平さん的にはあのこう体調的には回復してたんですか。いや全然回復してました。なかった。だけどできる。あ、そういう練習をしてたから回復しないけど、はい、てか回復しないっていうか多分うつの方が歌うにはいいよ。あ、9月の去年の9月 の, そのサローネフォンタナの撮らせてもらった あの時もやっぱちょっと片足打つというか、そうね、あの時入ってたから。一昨日サローネ行ってきたんですよ。あれさ、このエブリデイってアルバムは、うん、そのもう完全打つ状態でしか作ってないから。あ、そうなんですよ、うん、これもう完全打つ状態だけ。でも朝で春になって聴いたらもう完全これ春の曲だった。びっくりしたもん、晴れて。これももう鬱で作れんだから。
辞める100日って原稿書いてたって言ってたじゃないですか。あれがすごいめちゃくちゃ気になった。400枚送っとって、400枚送って書籍化されるかもしれない。そうね、アノニマスタジオの人が。京平さんが鬱の時書く文章って、なんか現実やどりみたいに、その、それ、そういうのが、全然そういうのじゃないよ。じゃないってことなんですか。僕はなんで僕のことがダメなんだろうと思っているんだろうっていうのをずっと書いてる。現実の京平さんの思考で書かれてる。そう、だからもう本当、鬱状態の何にも面白みもない原稿だと。でもそれが、そのなんか、77日目に、なんていうか、その変わるってことです。変わったよ。でもまあだんだん気づいていたんだけど、あ、今回認知療法もなんか自分で取り入れてやってみたし、あ、そうなんです。そうだからアダルトチルドレンっていうか、はい、みんなチャイルドみたいなのも取り入れてやったり、あ、そういろいろやってみたけど、なんか自分にしっくりくる方法が分かんなくて、まあでもなんかやっぱり幼少の時の、なんか何かはなんだろうかっていうのはあって、まあ、それが前回ぐらいにその多分胎児期だなっていうのはなんか見えてきてたんだよね。ああ、そのなんていうか、よく言うと根源的な、うん、自分の本当のだから相鬱の問題じゃなかったんよ。てかむしろそれをその時の寂しさを克服するための脳の変化が相鬱によってるっていうか。ああ。だからこう生きることを肯定してなかったから、はい、多分ちっちゃい頃から、だからそれを抵抗するためにグーンってこう力出す、まあなんかそれが俺のまあ元々遺伝子っぽいから、その相鬱って、はい、だからそう出せてたんだろうね。だけどそのそういう元々体に備わってるものだけではその対応ができないわけ、鬱で、はい、なんかいろいろ補正しなきゃいけないから、その鬱の鬱っていうのはもうそういう わざわざその自分自身のその否定に向かうけど、なんかその最終補正って、まあ基本的メインは相鬱の問題でいいんだけど、はい、その補正しなきゃこう対応できないわけよ。だからそのそれが何なのかなと思ってた、はい、逆にそっちがメインだったっていう、っていう感じが近いよね。幼少期というかもう胎児期の、そうそう、俺の場合はね、幼少期とかトラウマ一切ないから、てか基本的にトラウマってのないんだ、はいはい、母親から何かされたとかそういうのもないし、ただやばいのが全くもって父親母親と絆が結ばれてないよ。だからみんな大体その幼少の時はさ、お父さんお母さんが一応さ 100% 正しいって思い込めてるじゃん、つまりそのひな鳥が親見るみたいに、はい、あれが俺1秒もない。あ、だから4歳の時から本当に信号機渡ってなかったらしいから、横断歩道。だからそういうように多分なんかまあ普通だと重要だと思われてる親とのその関係っていうのがその結ばれてない状態のまま進んでるのが不思議だったんや。あ、それはいまだになんですか。そう、いやただ嫌いとかじゃない、はいはい、その絆一緒にいる人ってだけ。だからあんまり親っていう認識がないっていう。そうしないとそのどっちかじゃん、親の言うことに反抗するか、はい、親の言うことを聞くか、はいはい、で俺それどっちもやってないわけ。親の意見はああなるほどねって思うし反抗もしないってこと。そうそのでまあ例えば医者になりなさいって言った時に、俺はそのじゃあ医学部でのそのキャンパスの経験はどんな感じだったのって質問しちゃうぐらいの、はい、行ったことないよそれってなるじゃん、はい、そうするともうその頭の中でこの人から学ぶんじゃないっていうふうにいきなりもう欠落しちゃうの。でなんかこうそれで自分で経験を積みに行くっていうか、で学校の先生にそのあなたたちは東大に行けって言うけど、あ一体どの
先生が東大にいらっしゃるんですかって聞いたら、はい、まだその先生は知らないで、そうするともう先生から学ぶっていうこともゼロになる。で誰も教えてくれないときはその普通に図書館に行けばいいじゃんっていうふうな頭になる。でもあれですね、なんかその石山治さん知ったきっかけはお母さんのあの吉高隆さんのなんか吉高隆さんのね、そうそう本もらった。いやそれは石山治はもともと知ってたんだよ。吉高隆さん知ったきっかけは早稲田っていう早稲田に行ったから、その吉高隆の方法っていう本をお母さんの同級生が早稲田だったから。そっかそっか、そうそうそう、だから石山治は本当自分で見つけたから図書館で。でも石山治と会うとさ、はい、石山治ってなんかすごい恐怖心が多分強い人なんだ。だからすごい力ですごいこう強圧的な感じをするんだけど、はい、それを見てたら、あ、俺はそのほら作品を作ったりさ、作品自体からはすごい影響を受けるんや、はい、だけど、あ、生きることとしての師匠では全くないんだっていう風にまたなっていくそうで、そうすると多分その弱いところ、苦手なところとかをすごいチェックするんやね。あ、これはそのいわゆるこういう自分のダメなとことかを見せるっていうのを恐れてるから、はい、まあ作品を作ってるとかいうふうにチェックしてた。で、俺は自分はそういうふうになんかこうあんまコンプレックスみたいなのを、まあ、てか俺コンプレックスないんだよ。その、なんていうかこう強いてその能力あるとも思ってないんだけど、はい、そのコンプレックスっていうものがないわけ、はい、でコンプレックスってさ、自分を信頼してないとできないわけ。自分っていうものはすごいっていう前提があるからコンプレックスは成立するから、はい、その自分に対するその何かがないとコンプレックスってものがないの、はい、だから自我がある限りはコンプレックスあるんだけど、でもその今回その鬱でその自分を少し信頼してあげるっていうところに行き着いたのって、それはそのコンプレックスとか自我と、逆に言うと俺は自分を信頼してたんだってことに気づく過程だったんだけど、逆に言うとね、はいはい、しかも信頼の仕方がちょっと通常のその人間で結ぶ感じとちょっと違ったのかなって感じ。俺だって誰にも学ぼうとしてないから、まあ、学ぼうとしてないわけじゃないんだけど、学ぶ気はあるしね。そう、ちょっと待って、畑だけ違う、まあ、見るだけなんだ、はい、これ網目みたいになってるの、これ。そうですね、なんか編んであるみたいな格子っぽくなってますね。そうで、そのもともとこういうイネ科が育つんだよね、雑草って。はいはい、ここの手前の方までそうなんだけど、だって見てごらん、他の人と全然違うし、生えてる草が全然違いますね。はいはい、俺の方はこういう系なの。だから違うの、それぞれ。あ、不思議ない。どれがいいとかじゃない。はいはい。その草もその人を選んで多分その来てるから。いや毎回こうやって適当にこの、ちょっと出過ぎたところだけ積んで。はいはい、前来た時は本当に結構ボーボーで、どうでしょう、あの綿ができてすごい、ああそうや、ね、大興奮した時です。確かに。この白い花めっちゃ可愛い。花がめっちゃ綺麗な。うん。でここもう植えてんの。ここは生姜。おお。じゃがいもももうほらそれを見えてる。これジャガイモなんだ。あ、もう出てるんです、うん、こっちはまだ、ここも出てる。ふぐりがね、かわいいもんね。こっちの生姜がね、まだ、ね、生
これはその格子状のなんで、ね、これは何なんだろう、ね、これもなんか分かんないな。白いなんか、はい、これが今なんか伸びてますけど、中から多分枯れてるよね。だから今回はもう一切こうやって耕さずに、はい、ここだけ掘ってここに種を、はいはい、不耕作これはないよ、うん、やってみてる、可愛いからね、あんま積みたくない感じ。そうですね、なんかほら苔っぽい感じもあるでしょ、ここら辺ちっちゃい草が。そうですね、この表面の草、ここら辺とかどうも。どうも。アキさんは今プロだから。あ、プロだ。あの人もそういうの、の、まあ、肥料も入れてないんじゃないかな。ああ、そうなんですね。そう。だけど青木さんはね、畝があんだよ。ああ。で、今回俺がやろうとしたのは、はい、畝なし。畝を作ると、まあ、上作んないと本当多分ね野菜実りにくいって言うんだけど、はい、そうなんだ。でもさ、この状態でさ、その、はい、土ほら濡れてるじゃん。水自体もほとんどやってなくて、ちゃんとこう湿り気が、そうなん、湿り気があるんだね、保ってる。だからこの状態だと多分このやりやすいから、はい、これだとすぐ枯れるわけ、あ、土がさ枯れていくわけよ、はい、だから今回はもう庭みたいな、ほんと可愛いですね、可愛いのをテーマにでも可愛いと多分虫が来るんだよ。なんか畑やってても毎回耕すとさ、はい、毎回裸になるわけ、ああいうことになると、はいはい、なんかそうするとね、もともとむっちゃ綺麗なのになんかつまんないなと思って、今回も完全見てくれだけを意識してはい、やるっていうの で見てくれが結構大事なんじゃないかな。あ、だって虫としてさ、あそこかここどっち行くかって考えるともう一目瞭然なんよね。だから虫が見てくれを考えてるはずだから、はい、でも行くとやっぱりほら俺の菌がこっちに来て、はいはい、こっちの菌がこっちに来るとか、あー畑からもらって、そう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 、だから多分ね関係あるんだ、うん、だ今日もあれですよね、蜂来てましたよね、えアトリエに蜂が入ってました、蜂入ってた、命の電話ですか、うん、最近で1日何件くらいかかってくるんですか。1日ね、今日は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 もう今日の時点で10。あ、そんなに。だからやっぱ15くらいかな。あ、でもお会いしてからは一件もまだかかってなかったですよね。何時からだっけ？12時半くらいからなんで。そうね、12時までは今一件来てたけど。ああ。そうね、12時までで。あ、そん、1、2、3、そうね、4、5、6、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、
そうね。あ、深夜だって朝5時からだ。はいはい。朝5時、朝5時、朝5時。朝5時。朝6時。はい。朝8時、9時、10時半、11時、11時か。え、今日は5時起きてたんですか？うん、うん。あ、その折り返し。うん。あとで折り返してる。これだけだから働く。そう考えるとさ、なんか楽でしょ。まあ楽ですね。そう。フラットやって。大変だと思ったけど、実は楽で。ただ、こんにちはって言うんだ、こう挨拶しに行くだけ。普段はね、ラッパーで来るから。ああ。今日、風さん使われてるんですか？いや、温泉だから。ああ、そう。それから行く温泉も最近見つけたんですか？よく行って、行かれてる？あ、いや、水俣じゃないから前ね、中原雅也ってほらいるじゃん。あ、はい、最近、そう、あの元気、少し回復してる。うん、中原さんを、を連れて行ったら、あ、そうね、温泉があって、そこ意外と音質が良かったから、あ、なんかちょっともう一回チェックしにしたい。あ、そうなんです。水俣ってこっからどれくらいなんですか？1時間、高速使って1時間ちょいかな。確かに30分くらい近場にあったら通いやすいです。そう、ここから35分。はい、多少器開けっぽい。そう、開けた感じはしますね。いや、もうだから鬱でももともと曲は作れなかったんだけど、もう作れるようになっちゃったから。そうですよね。その代わり今日見ても分かるように俺何にも考えてないよ。もうただ押して、あ、はい、もうちょっとこれでいいかなみたいなぐらいでもうやっちゃう。なんか音楽が聴けなくなるって言ったじゃないですか、鬱の時に。いや、聴けない。あ、聴けないけど。音楽は聴けない。でも音楽は作れる。うん。あ、もうだからもう作ることがもうほんとその歯磨きより、あのスムーズになってきた。もう風呂とかよりかはもう作ることの方が早いですか？もうすでに歯ブラシよりも早いかも。その習慣に、というか生活に組み込まれる。しかも歯磨きしても金にはならんから、作ったら金になるから考えると、もうさらにそのなんか速さが増すっていうか。やっぱそのお金になるっていうのが何だっていうか、その気持ちのモチベーションなのか、そのあのなんていうんですかね、その やりやすさにつながってるところなんですか？まあそうだよ、俺の場合基本は飽きんでないよ多分。商売は商売人だから、そのでもなんかこう商売っぽくやるともう商売っぽくやってるの見ると商売っぽくないなと思っちゃう。今もてかもともとそうなんだけど、はいはい、商売っぽく全然見えないことが商売っぽいっていう、俺の中ではね。商売っぽ
く見えたらもうつまんないんだよ。もしもーし。電話のもう言葉は変わったでしょ。変わった気がしました。言葉が全部変わってる、はい、これが本当の多分その素直な人間だっていうことなんだと思う。いろんな事象を経て、うん、経て、うん、その言葉が変わる、うん、自分は自分だと思い込みすぎてる人は言葉が変えられないから、うん、俺は自分は自分とかじゃない、ないみたいな感じでやってるから、うんうん、なんかその自分を他者化するじゃないですけど、うん、なんかその他人を信頼するぐらいの勢いで自分を信頼するっていう感じ、うんうん、そのみんな自分を信じるってことをなんか思い込みすぎてるっていうか、自分を信じるっていうのは自分が柔らかくても大丈夫だと思うってだけだから、うん、その度量なんよね、うん、だって他人だってそうじゃん。これをやろうと思ってたけど嘘ついたりするわけじゃん、うん、それでも信頼がいきなり裏切られたからお前は信じないって言うやつなのか、うん、嘘ついたりしてもなんかあるんじゃないのって言ってあげれるかどうか、うん、その一平嘘ついて嘘ついてその時に一平はそんなその人格を否定できるのっていう。そうですね、一遍もだってギャンブル依存ってね。でもギャンブル依存ってもうほぼ 100% 寂しいよ、うん、それだけの言ってましたよね、うん、だからお金はあげたらもう治る、うん、本当はね、うん、だけど言えずにいたら大変だよね、うん、でも好きだからな、そういう金持ちのバカみたいなのが。だからすぐ寄ってっちゃうんだよ、そういうところで。そこには何もないじゃん、うん、メジャーリーガーで、はい、何もないよそこには。おかしいじゃん、お金の契約とか。どんなに素直に野球やってますって言っても、うん、俺はおかしいと思う、うん、そういうのをもらう世界に行くっていうのが、うん、俺からしたらやっぱり偉人としては、うん、やっぱり未熟者、うん、偉人って俺そんな人間目指していいと思うんだよね。うん、だって俺偉人伝に影響受けてるしさ。ああ。三鷹熊楠だし、はいはい、エジソンだし、うん、野口英世だし、うん、みんなそうやって宮沢賢治だしさ、うん、そうやってみんなのためやってたけど、やっぱ偉人としてはね、1000億はいかないよ。チョイスしないの、そもそも。そのチョイスしない。そのチョイスしないの。メジャーリーガー。そうだ。音楽でもさ、紅白になるためにはさ、事務所に所属しなきゃいけないけど、はい、やっぱちょっと偉人は所属は、いかないんだよ。やっぱ俺やっぱ偉人じゃないと思ってるけど、偉人っていうか自分が本当に尊敬する人とかはその自分の中で偉人と思ってるから、うん、その人たちのチョイスをするかって言ったらそれで考えてるって感じ、うん、命の電話でお金取るかなって言ったら、うん、取らないんよ、うん、でもお金がある人からお金もらっていいかなって言ったらもうそれはいいんじゃないぐらいの感じじゃない。だけど誰かに売ってもらうとか、はい、なんかそういう感じで企業を大きくするのはどうかなみたいな。もうそれを自分で、うん、自分で売れるならやってみたらみたいな、うん、なんかそんな感じで確認してるみたいな、うん、だからみんななんかこんなはずじゃなかったみたいな言うじゃん、こういうとこ行ってみたけど、うん、はい、実はこういう違うやんって思っちゃう、うん、お前が行こうと思って行ったんやろって、うん、それがメジャーに行く人なんよ、うん、それが絵を売るためにギャラリーに所属する人だよ、はい、それはもうそっちに行くって決めてんだから、うん、高値で買ってんのってほぼみんなマフィアだよ、うん、本当に、うん、そういう人たちが牛耳ってるから、うん、ニューヨークの現代アートだ、はい、でもそこに行くって言ってんだから、うん、って思っちゃうよ。だから本当はそういうところにまあね、その行かないっていうのがポイントだよ、うん、でもそれってその小学生ぐらいの精神でいればさ普通に、はいはい、足し算ぐらいの感じで分かるはずない、はい、そこには行かないって。だからみんなそういうな自我の問題なのかもしれない。うん、そういうところもなんかいや結局自分の器系でも別に自分の確認なんだけど、はい、よしここはちゃんとやってた大丈夫って、はいはい、さらにでもその説明の仕方がこうもう少し綿密になってきてるっていう感じではあるから。あー、さっきのこの話も結局そういうことじゃんね。俺が電話出てること自体で俺はその子のことが好きだけど、その子は自分自身を否定してる。そうですね、自分が自分を否定してるってことです。でもそれは俺からしたら俺の友達を否定してる、うん、悪者、うん、悪者にしか見えないからっていう確認をすると、その人がちょっと分離できるよ、うん、
で、その分離した、その、攻めてくる、その自分が いなくなるというか。だって、今の話分かったって言った時にさ、うん、ぼんやりと分かったって言うわけじゃん、うん。ぼんやりと分かったって、その、ね、まあ、さっきも言ったけどさ、うん、お父さんが言ってるわけよ、うん。こいつはぼんやりとしか分かってないんですよ、うん、とか。うん、そうじゃないじゃん。ちょっと分かってきましたとか言う子供だと思ったらさ、うんはいはい、いいね、いいね、みたいな。いや、なんか、そこで父親が出てきたのが、なんか、その、京平さんが9月末に、僕にその電話したときに、うん、やっぱこれからは、その、ほんと寂しさの原因になってる、うん、この、今の、なんていうか、家父長制を、うん、の、この、家族のあり方から、令和の家族のあり方を、こう、なんか研究し直すみたいな風に話してて、そこのなんか、結局ね、その、不正というか。そう、うつの時って、俺、海にしかいないのよ。うん。で、なんで海なのかって言ったら、先祖たどると、やっぱ海一なのね、俺の先祖は、はいはい。だから、その先祖たちが言ってるわけでしょ。だから俺、家父長制度で新しい家族のあり方なんか言おうとしてるわけじゃないの。うん。家父長制度を超えるためにはどういうことかというと、お父さんの意識じゃなくて、お父さんの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 教育だったら受けようかなと思ってる。ああ。なるほど。だってその第二次世界大戦でも本当に全部ぶっ壊れちゃったから。うん、うちのじいちゃんだってアル中だったし、うん。で、うちのじいちゃんじゃなくてうちのばあちゃんはじいちゃんに16歳の時に勝手に連れてこられたってずーっと80歳になっても言ってたから。つまりその戦争に行く時に必要な、その、はい、まあ、なんていうか、配偶者としてよくわからないまま16歳の時未熟な状態で来てさ、いきなりさ、旦那はさ、その、戦争に行っちゃって、はい、しかも志願兵で十何歳で行ってんだから、その状態で、その人が成熟な、その、正常な成熟できますかっていうことなんよね。できるわけないじゃん。だからそこで、一旦未熟な母親と、そして、まあ、戦地で人殺して、多分アル中になってる人。だからそうやって、俺の友達の弟、おじいちゃんは731部隊だったから。ああ、そうなんですか。見るも無残な、うん、その老後だったり、うんうんうん、本当に。ああ。とんでもないアル中で。で、そういう人たちに育てられたのが、俺らのお父さんお母さん。うんうんうん、時は、1978年、俺が生まれた年は、まあ俺の NTT の話で、親父は NTT だったから NTT で行くと、キャプテンシステムの計画発表、1978年。つまり今のインターネットを作りますって、米軍と一緒に作ってるから。米軍と一緒に作った年、親父何も知らない。俺が調べたらこういうことだったよって言ったら、いや横でそういえば英語しか喋れない人たちが、そういう部屋があった。秘密電報局っていう。で、まあそれを俺はなぜかその後にそのドコモの息子がまあソフトバンクだけどまあその携帯電話を使って電話番号を公開してしかも自殺を防止してる、なんでこんな自殺にこだわってるかっていうのが俺の今回のうつの問題だったっていう。でうつの時に自分が知ったのはそのまあとにかくただ半年間かけてバクテリアフィーチャーしたっていう感じ。とにかく戻ってそしたらその胎児の時の記憶がある、それはずっとあるから、うん、おかしな記憶、はい、でその時になんか俺はそのおそらくこう母ちゃんのために自殺したんじゃないかなっていうのがあった。それってでもそれで出なかった、17日間出なかったから。なんか前の宮台さんか進学校か、まあ その時も言ってたでしょ確か、その時もで、いや、今回分かったのは、はい、そういう胎児なのに腹を決めて、死んでもいいって言ってたのが、多分俺の今の人間性というかキャラクターとちょっとシンクロするじゃん。うん、あ、いいっすよいいっすよ、別に俺どうでもいいんで電話番号公開しますみたいな。はいはい、なそういうの、俺のスタイルじゃん。うん、でも、俺今回はそいつと向き合って、ずーっと、1ヶ月ぐらいずーっとそいつと向き合ってたみたいなイメージだった。そしたら、最後にそいつが大声で、泣き出して、体全身震えてたの。だから多分、その、死んでもいいよって言いながら、うん、むっちゃ桜すごいけど。あ、すごいですよ。
死んでもいいよって言いながら、はい、実は帯同でバレちゃうから母ちゃんにですら振動が伝わらないようにして恐怖心と寂しさみたいなのをその覆い隠してたんだってことが今回のうつの旅だったね。あ、それに気づけたのすごい大きくて、死んだ、なんだお前怖かったんじゃんって気づけたの。それまでは怖いんじゃなくてこれが俺のキャラクターだからと思ってたわけ。全然違ったわけよ。その途端にブルブルブルって胎児が震えてて、その時にその40年ぐらい本当止まらなかった俺の足のこの貧乏ゆすりが完全止まった。マジで今何にもない。いや貧乏ゆすり、あの初めてあの書斎撮らせてもらった時もすごかったでしょ。してたなと思って、全くなかった。貧乏ゆすりのテキストも書いてますよね。あの、そうよ、現実脱出論とかで。それが全くないんだから。あ、何やってんだろう、この人。本当、熊本の人って運転下手っていうか、めちゃくちゃ。結構荒っぽい時もありますね。バカバカだから、ひどい、もう。それに今回は初めて、生まれて初めて気づいた途端に、はい。自分、まあ、寂しさっていうのはなんか気づいてたよね。それ前回も。なんか寂しさがあるって、はいはい、それ何なのっつっても分かんなかったんだけど、うわ大事の寂しさだっていうことに気づいて、なるほど、しかも寂しさと恐怖、はい、なるほど。いや多分この部分本当にテレビってなんかなんかそれをどう伝えるかっていうのもあるよ。いやそうですよ、これ親が聞いたらまだまだね、いやいや難しいし、そうですよね、親が死ぬまでまだ。いやいや、なんか NHK でもこれそう、なんか NHK で難しいじゃないか。そうですね。でもこれだとここまで見ないから誰も、いやいや、ここまで、でもここまで見たやつが分かるから大丈夫。ここまで、そうです。いやでもほんと人によったら、うん、よってはなんですけど、このドキュメンタリーがすごいのがやっぱりそこまで人が見てないっていうのが大事だから。そうなんですよ、ここまでついてこれるのが。でも人によっちゃ見てくるっていうのが、なんかコメントで監督本当にありがとうございます、すべて見ていますっていうコメントとか。でも俺としての自負はよ、うん、俺1分1秒も、いやいや、まあ、その見逃さないでほしいんよ、ね、だって自分が俺がすごいっていうのを伝えたいわけじゃなくて、俺は向き合ってますって伝えたいだけなんよ。はい、向き合ってるからこそ言葉を見つけれるし、うんうんうん、向き合ってるからこそ創作のを自分でしようっていう瞬間とかさ、そういうのをその掴んでるっていう、その掴めてるって思うから、はい、でも俺からしたらこれ何にもそのね、俺がすごいっていうのを証明するためのその作業じゃないつもりない。人間が誰しも訪れる瞬間をみんなは全部蓋をしてませんかって俺は思ってるから、そこにどうやって向き合うかっていうのが これからの、まあ俺が思うその令和 そのやっぱり一つのやり方なんだよ。その震えた胎児と出会ったのっていつ頃だったんですか。いやいや、もうほんと3月5、6ぐらいかな。あ、そうなんですか。そうよ。その瞬間にブラ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 って震えたんや。あー、してありえないぐらい俺涙出てきたんや。へえ。でびっくりして、でその瞬間にマジで俺はお前をマジで一生頑張って守りますみたいな、なんかもう結婚みたいな感じ。だから結婚したっていうイメージに近かったね。だからつまりもう一生離れないでいいっていう、はい、自分自身ってさ一生離れなくていいわけ。でそれまでは自分自身だけが信頼できないみたいな感じだったから、あ、もう自分と向き合うから、もう自分で一人でいるのが時間が気持ち悪いというか嫌だったわけ。だからそれもやっぱ覆い隠してたわけ。でも大事なことはさ、なんで覆い隠してたかっていうと、その時の経験は辛すぎてトラウマになるから、もう見たくもないって無意識で思ってたから閉ざしてたわけ。その時の経験っていうのはその現実問題考えて、はいはい、今俺自分のことを否定する方が痛いでしょ、うん、だって自分で今家の中閉じ込めて、はい、お前ダメだダメだっつって首つすろうとしてるわけじゃん、はい、その胎児の時なんか、それはもうそれは結構衝撃的なトラウマかもしれないけど、うん、もう過ぎたことだから、つまり実は痛みはないのよ、うん、しかもまあお母さんがだ、まあその毒親とかいうやついるわけだ、毒親なわけないんだよ、うん、だから
そのでも二十何歳の母ちゃんはちょっと未熟だったねっていう、さっきのまあ話をしたけど、はいはい、その戦争中の未熟だったから、そのチョイスはいろいろ過ちを犯してるはずなのよ。別に過ちを犯すことはあるからさ、人間が、はい、でやっぱじゃ あそうじゃなかった、ちゃんと今は自分で自分のことをちゃんと、まあ、守らなきゃいけないから、で俺がようやく気づいてやります、この人は一緒に入れる、24時間365日入れるわけだから、どんな、それを人間はパートナーとかと勘違いする、でパートナーに全部それを補ってもらおうとしてしまうんよ、はいはい、うん、まあ、それが今の不倫の問題とか、多分さ近いと思うよ、うん、まあ、まっちゃんの不倫とかも、はい、本当に表沙汰になってる問題じゃん、うん、あんなのって結局ほら自分で全然、あの人も一人でいれないと思うよ、うん、だから一人でいると多分自分の無価値が半端なくなってくるから、うん、きつくて、まあ、なんかで埋めていくわけじゃん、うん、それでも、まあ、まあもちろんね、その本当の話聞かなきゃわからないけど、うん、まあ大体やってること見てばさ、うん、これもツイートで見たんですけど、なんかその京平さんはそういうその恐怖、根源的な恐怖を隠すために、うん、その創作と、うん、まあ、その女性関係みたいなので埋めてたっておっしゃってたじゃないですか、うん、なんかそれもなんか創作がやっぱりそれをこう覆い隠すためのなんか、そう、創作で覆い隠してたのが、うん、この鬱明けでその自分が自分をその信頼するための技術であったっていう認識が変わったってことなんですか。それで、なんでかっていうと、その理解した瞬間に実感みたいな感覚が湧いたわけ、生まれて初めて実感、もうだから普通に歩いてるな、歩いてるなっていう、はいはい、俺なかったんよ、その実感が。あ、そのだから俺絵描くの好きじゃないって言ってたじゃん。ああ、好きなわけじゃないんだけど、まあできますみたいな、まあまあ、文字も別に昔から本が読むのが好きだったわけじゃなくて、はい、できますみたいな。うん、でもそのままだと思ってたんだけど、確認したら、俺むっちゃ自分がその絵描くこと好きだったこと思い出したんよ。うわーと思って、今から何ええー、みたいな好きに好きなことやっていいのみたいな、っていうのにようやく気づいたんじゃない。で、俺読書もできるようになっちゃった。ああ、言ってましたね、うん、なんか読書なんかできないって。そうそうそう、読めるところは読める。それがもうむしろ俺のなんかキャラクターみたいにしてたわけ。むっちゃ人いるこれ、すごい。結構車すごいですね。あ、これ僕ここ行ったことあります。ある、あの、うん、自転車で熊本とか九州一人旅したことあって、うん、たまたまここ多分たどり着きました。えー、よかった、懐かしい場所、すごい懐かしい。俺喋ってたらすぐ着いて。そうですね、いや、なんかすごい会話がまた取れてアップしちゃう、これ早くアップしちゃう。この辺で昔から湧いてたんですか、温泉。いや、掘らしたことは。あ、掘って、うん、ボリボリ。あー、でも結構なんかお湯が良かったっす。うん、ぬるぬるしてるね、ここに。だいたい土木屋だけ、うん、前のじいさんの時に掘ってます。へぇ、ありがとうございます。天皇の、はい、秘密で、秘密で、どんぐり、うん、プロに任せますか。はい、どうも。ええかも。あ、もう無理です。大丈夫、うん、じゃあどうも。はい、どうも、うん、うまっ。うまいですか、秘密の腰も。まあ、暑そうですね。あれ、マトって俺が連れてきた。はい、ライオン。ライオンですか。な、なに、本物のライオン。ライオン、どこ。え、傘の下に。あ、なんか、あれいますね。あれは何、お父さんの。俺が連れてきた。初対面の方ですよ。
ライオンを紹介してくれて。フォア頑張って引きこもってたやつも、はい、外出て温泉行ってる今。ああ、ほんですか、うん、なんか DM が来たんですか。うん、おお、結構最近はもう温泉を勧めるんですね。それが一番金がかからん。確かに中毒になることないじゃん。うん、当時だからさ、もう、うん、医学的にも効能は確認されてる。うん、確かになんか風呂とかも入れなくなる人もいますもんね。でもね、風呂入れなくてもね、うん、温泉は入れるんよ。そう、確かに。外も出れますもんね、それ聞く、うん、うまっ。なんかいい匂いするかもしれないですね。ね、いやこれはやばい。気をつけた方がいいですよ。本当に危ないですよ。これちゃんと商品化した方がいいっすよ。その方、壁がないですね。壁はない。行平さんの存在がなんていうか、浮いてないっていうか。そうでしょ、普通なんや。うまこれさ、夜はさ、この部屋に泊まれるようにしようよ、お金取って。やばい。いや、そこだからホテルになってるわけじゃん。そのまま、もう、そう、信用で貸しますって。うん。あ、全然全然。うん、できる。はじめまして。今ちょっとね、温泉前で今から温泉浸かるんですけど。あ、はじめまして。ちょっと今、またドキュメンタリー中で、NHK じゃないですけど、NHK、こいつはちょっとトゥルーマン坂口っていうのをやる予定で、今ね、ただ俺の24時間を撮って、そのまま YouTube で即日アップするってやつやってて。これはまた NHK じゃないですよ。で今部屋見てパッと思ったんですけど、夜これだから展示期間の9日間だけ絵と一緒に泊まりませんかっていう企画やったら面白そうじゃないですか。うんうん、いや別にそこに俺横で俺寝てていいよ全然。え、うんうんうん、オープンから、オープンからもう初めに予約取ってみようよ。いや分かんないけど、ちゃんとその絵画とアートと宿泊みたいな雰囲気でいいんじゃない。うんあ、サウナと？うん。なになになに？うん。うん。うん。いや、そこが全然。あ、本当。
いや水分的になんか湿気が大丈夫なら全然いいよ。宿泊はもう始まってんすか？そしたら泊まれたら良さそうな気がする。うちのお客さんって結構みんなまともで、なるほどなるほど、いいね。でも俺壁に打ち付けたいけど、それちょっと大変でしょ。あ、本当ですか。なんならね、1枚もしも購入していただいたら、もうそのまま俺もう電設置しに行きますけど。いいね。だからちょっと俺は試したいのは、初のトライを、宿泊ができる、やったことないから、だからもう完全に信用でやりますって言って、そう、なくならないように、もう、そう、うちのお客さんが行くだろうから、まあそう、悪いことにはならないと思うから。しかもなんならね、パクられたらパクられてて、また事件が起きたら、いろいろ俺の場合はね、そうそう、それはそれでネタできるからね。なんか、そこ普通の値段だと一泊いくらなんですか？1万8000円と5000円。もうだから、まあ月の時でなんで、まあちょっと3万円でちょっと一応プラスすれば、別に誰の稼ぎにもなんなそうだけど、なんか良ければ、別にだから1万8000円でもいいっすよ。だから普通のプライスと同じでも、でもいいのかも。なんか特別オープン企画みたいな感じで。あ、ほんと？あ、じゃあなんかほら、お試しっていうか、この場所を経験する意味でもいいのかもしれない。あ、じゃあそれでいこうか。それでもいいですよ。だから俺は全然やってもいいし、あの、やんなくても全然いいけど、それで上がりは俺もらうつもりないです。あ、ほんと？あ、よかったよかった。いいっすね。その岩手のキャンパスにあるんだっけ？キャンパスにないの？キャンパスに窓、もし窓があったら、ほら、俺の家にあれば、俺が絵描くときは全部見れるけどね。もしもそれがあったら、それは、だからそれは結構面白いかも。あ、ほんと。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと楽しみしてます。はい。全然、何でもフリースタイルで。じゃあ、よろしくお願いします。はい、じゃあね。
一応21日まで入れること なりそうだから。だから21日ま、もう宿泊で OK。 はい、じゃね。はい、いいわ。岩手の県ですか。そうそうそう、岩手絵と一緒に泊まれるかも。あ、ちょっと面白そうだよ、そのホテルとかとコラボして。いや、そのホテルの中で絵を展示するの。へ、はい、あ、そうなんですね、うん、体が持ってますね。すごい、ありがとうございます。どうでした？半端なかった。半端なかった。いや、すごすぎて。俺多分人生で一番いいかも、はい、本当ですか。京都の日吉堂よりすごいかも。やばすぎた。やばすぎた。俺もうここ通うわ。あ、本当ですか。あのマッサージだって20分1800円だよ。それで20分でやってもらった、はい、今。あ、そうなんです。そう、すごくない？あのおじさんお一人でやられてるんですか、ね、なんなのここの親父たちの。めちゃくちゃの親父たち。なんかあのマッサージ屋行ったことあります？え、マッサージ屋。いや、行ったことなんか。あの親父半端ないっすよ。ボキボキ言わせられた。いやいやいや、完璧、完璧なとこしか、なんか一個も、1ミリもずれたない。あの、上手で、あの、はい、上手っすよ。あの、上手で話ですよ。してもらえ。いや、しかも20分1800円。お金俺、以前払いますよ。やってきたらいいよ。もうマジすごいっすよ。すんのが良いぐらいだったよ。すんのと一緒に。いや、あれは、とんでもないっすよ。でも、ポテト、むっちゃうまいっすよ、ここの。秘密の粉。東堂の 1.5 倍ぐらい良かったね。もう過去一今。奇跡、奇跡。なんなん、ここ。ここなんなん、ほんと。こんな近いし、家から。しかも、いや、その人しかやってない。その人しかやってない。一人。そう。で、忙しいの嫌いだけに宣伝しないでくださいって言われたもん。うん、いや普通に宣伝したけど。自分が行けない。そう、行けるもんなら行ってくれって。いや、すごかった。ここ行こうぜ、また。むっちゃスベスベなるよ。いや、ふーちゃんこのスベスベ系が効くってことが分かってきたんや。多分その湯のつると似てるんよ、お湯が。うん、じゃあまあ、帰ってきます、今から。小宮くんが6時までの、6時のバスなんだって。バスだっけ？バスです。空港行き？空港行きです。あ、そうか、そうか。まあ、乗り遅れたら送ってあげる。あ、いやいや。でも全然多分間に合うと思います。そう、多分全然間に合う。よし。30分で行けるから、ここ。近いですよね。そうよ、むっちゃ近いもん。いや、俺マークの時にたまたま行って、なんかそんなにお湯のこと気にしてなかった。そう、気にしてなかった。録画を開始します。うわ、めっちゃ気持ちよかった。いやー、さあ、あと37分、完璧じゃん。完璧なタイミングです。タイムスケジュールで。いや、むっちゃ楽になった、俺。本当ですか。なんなの、これ。信じらんない、今。信じらんない。あれ、取っといてほしいかったぐらい。あ、本当ですか。うん、確かにお願いすればよかった。でもね、隠れ家だから、もう、多分。宣伝しないと。そう。隠れ家温泉だから、ここ。宣伝しちゃダメない。うん。え、もうツイートしたんですか。ツイートしちゃった。あ、しちゃった。ダメ、ダメだって。全然聞かないもん、これ。いける？いける？あ、どうぞ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 、来てください。すんません、すんません。いやいや、なんか対向車ですよ。対向車。、うん、しかもここのフライドポテトがもうマジうますぎてビビって。そうだと思う、多分。ただの冷凍ポテトでね。おっちゃん、秘密の粉をかけたらむっちゃうまくて。それはね、お腹が空いてたんでしょ。そうそう、お腹は空いてた。いやー、疲れた。よかったよかった。いや、疲れてた、俺。だってもう、昨日
ご飯は？え、なんか今日は昼に食い物をスープを作ったから。うん、なんか肉買ってく？だ、肉あるっけ？肉あるけど、お魚か、うん、ホッケをおろすか、うん、なんか、あ、カレーでもいいけど。カレー？え、カレーって普通のカレーだけど。おー、カレーがいい。俺はカレーがいい。じゃあカレー。すいません、よろしくお願いします。はい。まあいいじゃね。いやー、めっちゃ気持ちよかった。なんな。もしもーし。満開タイムじゃん。満開タイムです。いや、めっちゃ気持ちよかった。もしもし。はい、もしもし、命の電話です。あの電池が途中で切れちゃった彼は、確かにその後大丈夫、大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。まあでもすごい、あそこまで話したら大丈夫。はい、チューニングしてる。東京あれですか、あのフーさんの実家、実家の前でディズニー行って、うん、ディズニー行って、はい、あとはやっぱいろいろこう東京の友人と会ったりとか、うーん、あれそうね、そう、あ、3日がライブ、あれだっけ、トークだっけ、3日がそうなんですよ、トーク。確かに3日か。はいはい、ふーちゃん、なんか台湾のあのほらエリックって いる、あのもらったじゃん、何か石鹸みたいな。石鹸もらった、うん、その彼がさ、東京に来てんだってちょうど俺がいる時に。そう、4月3日がその B&B 下北でトークあんだって、彼の。で、それだったらなんか台湾進出を考えてるから、うん、会ってもいいかなと思って。そう、1回はさ、なっちゃんたちが来るの。そうだよね。でもそんなになんか遅、そんなに遅くならないと思うんだよね、7時から21時半までです。21時半か。いないか。そっか。そこらの、あれだけど、会えないかもしれないけど。うん。でもまあ基本的には、ふーちゃんが会えばいいもんね。まあそうです。それはそう。そしたらちょっと見れたら見に行こうかな。うん。なんか彼に会っといた方がいいような気がして。ほんと。まあ一回戸塚まで行って出るぐらいでいいかな。だって何時だっけ？午前中、お昼過ぎに到着だっけ？うん、もう10、だって9時40分の便。あ、そっか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 。あ、じゃあとりあえず一回。まきちゃんは6時前に来る。あ、そう。じゃあ6時に出ればいいんじゃない？あ、まきちゃんちょっと待って。うん。ああ、そうだね。まあまあ、それができたらあれだし。うんうん。あ、会えなかった。そうね。おてみさんのおじいちゃんのところに来るの？あ、嘘。鳥海さんのおじさんも来る。わかんないけど、うん、なっちゃん、おじさんとなっちゃんも呼んでんじゃないかな。うん、聞いてみる。オッケーオッケー。ごめん、間違っちゃった。オッケー、もう
なんかいける。うん、 OK、 じゃあね。はいはい、気をつけてね。うん、はい。そのエリックさんがやってる書画湯って本屋はめちゃくちゃアクセスが悪いんですよ。うん、あの台北から、まあ、電車、まあ、電車とかバスとか使ってまあ5時間くらいなんですけど、でも人はそうですね。でもなんか自分もそのなんか電車がその駅が近くにないんで、まあ、近くの駅からバスで行くっていうのがまあ一番堅実な生き方なんですけど、今ヒッチハイクで台東から行って、うん、あの普通に、あ、結構止まってくれるんですよ。あ、そう。なんか10分やったらもう多分止まってくれるくらいの感じで、3軒くらい繋いで、うん、そこの場所にたどり着いたんですけど、へー、アクセスはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。そのパスペペをやるのかな。なんかエリックの台北の市に言えばいいんじゃない。確かに、うん、その台北で確かにやるのはいい。台北で、うん、まあやるのがいいでしょ、結論、はい、台北でやるっていうのは、むしろね、今台湾と一番近い町熊本だからね、うん、ああ、そうですね、うん、まあ DSMC はどうか知らんが、うん、ね、おかげで台湾とはね、はい、近くなってる、うん、あの半導体の工場です。まあだからあれは水俣みたいになるとは思うんだけど。あ、そうですよね。なんかすごいビジネスシーンですごいなんか熊本が熱いみたいな言われ方すごい最近。そうなんですよ。そういう熊本の人はね、何にももらわないと思うけど、うん、何にもないけどな。切る前もそのなんかちょこちょこそのあのベースで打ってたりして。そうそうそう、だからやっぱ元気な時も大事で、元気な時に書いたものを打つの時売りなさいっていう感じ。ああ、なるほど。でなんかみんなどこかしらほら大丈夫かなみたいな感じで、かわいそうだから絵買ってくれる人もいてね、あ、ちょうどなんかバランスがいいんじゃないか。なるほど。くらいに一回あの東京で個展あったじゃないですか、水彩画の。うん、俺が行かなかった。はい、うん、あの時にこう京平さんと DM でやり取りして、なんか今ちょっとカメラに映るのはしんどいから、あのカメラなしで付き合おうってなんかその時返事もらって、うん、で半年後にはまた映りたがってるはずだからとなんか言ってたんですよ。言ってた。その通りになったなと思って。なんかそこをそれがね、わかんないやつに手紙書くみたいな感じだから。でもやっぱりそうやってこう、そうね、だからやっぱり調子に乗り切れないっていうのがね、でかいよね、本当に。まあ、今はね、本当不安音とかはないけど、やっぱその時は不安しかないからね。でも不安で入れるっていうのがでかいのかもね。もしもーし。入ってきた。ああ、風呂ね。
で、結局、どこ行ったんだっけ？あ、ごめん、これでドキュメンタリーで今ちょっと撮影してんだけど、どうしたらいい？カメラ切った方がいいかな？別に大丈夫？待って、お前の声が映るってこと？かけ直した方がいいよね。いや、かけ直さなくていいけど。カメラを切るだけ。それは申し訳ないんじゃない？いやいや、全然。別に自分の自由で。そうなの？うん。まあでも全然君が誰かを知らないし、俺も知らないけどね。俺も知らないけど、別に誰も知りようがないけど。今日アップされちゃうから。YouTube に。うん、ただここまでで、ね、3時間ぐらいかかってるから、そのここまで見るバカはいないんだけど、俺の生活を全部今映像化しようとしてる。なるほどね。うん、わかんないけど、でも君が今日やったことはすっごい、まあ参考にはなるけどね。みんなの死にそうで何もできず、3日間飯も食わず一歩も外も出てない人が電話した後お粥を食べて温泉まで行ってきたっていう。で、どうだったの？俺も温泉行ってきたんよ。で、よかったの？どのお湯、どこ行ったんだっけ？まあ、それと場所がわかるから、あれか。一番近いところ。マジで。鼻？煙？喜び？どっち？どういうこと？いや、なんかその、お店の名前の頭文字だけ言ってんだけど。煙か喜びか花なんだ、どっちだっけ。まあいいか。それでよかったの？どうだろうって、家から一歩も出れなかったやつがよう言うな。お前出てお風呂入って帰ってきて、またそれは気持ちよかったんじゃないとか言ってみたらいいんじゃない？わかる？君のこう泣きじゃくってることを、よかったんじゃないみたいな文句ばっか言うやつが2人いるじゃん。それで泣きじゃくってる子は多分俺の声聞いて、そうですね、わかりました、おかゆ食べて温泉行きますって言ったじゃん。これで、少ししか食べてないけど、みたいな。で、もう一人のめっちゃ厳しいやつ。俺そいつ嫌いだけど。その人は、温泉、行ってきたけど。でもその泣きじゃくってる子にとってどうだったかっていうことを知りたいんよね。よかったろ、多分その子にとっては。その子は、ちょっとよかった、気持ちよかったとか言ってるかもしれないんだけど、もう一人の厳しいやつが、本当みたいな感じだ。そのちょっとやる気がないくてさ、絶対悪くとって荒探しする人をどうにかしたいんよな。ほんとみんな同じ問題だから。なんかよかったかどうかもあんまりわからない。わかんないじゃないじゃん。普通に行かねえよ、普通は。泣きじゃくってる子がお前外出て行っただけでさ、褒めようよ。よく頑張ったねって。それを多分むっちゃ厳しいんよ。で、俺はその泣きじゃくってる子が好きなんよ。それを、とか言ってるやつ全然嫌いなんよ。どっか行けって思ってんの？だってその子頑張ったじゃん。おかゆどうにか食べてちゃんと着替えて温泉まで行ったんだぜ。行ったことのないところに。俺は褒めるよ。今日もう盛大なパーティーぐらい褒める。だけど君は褒めないんだよ。だから俺の敵なんだよ。俺にとってはその子むっちゃ頑張ったから、なんて言われようと俺は守るよ。ただ温泉でしょ、温泉センターでしょみたいな。そんなの言ってどうしたの？マジでそいつがムカつくんや。泣きじゃくってる子と俺との共通の敵がそいつだから。
俺は絶対に言わないよ。そういう泣きじゃくってる子がおかゆ食べて温泉から帰ってきたって俺に、あ、そんなのなんか温泉なんか行ってどうなんのとか絶対言わないよ。それでも頑張ったんじゃないか、もう今日は乾杯だねみたいな、お酒飲めないか、オレンジチュチュ飲むみたいな、一言も絶対文句言わない。お前一言どころかもうずーっと文句言うんだよそいつ。はぁ、あ、おかゆでしょみたいな、あれでしょ、なんか味の素入ってるやつでしょ、パックのやつでしょみたいな、作ってもないのにさとか言ってなんか言ってるやつがいいんだよな。意味わかる？でもほとんど食べれなかった。だからそれはその厳しいやつがいいの言い方だから、その泣きじゃくってる子は一口食べたで終わりだから。で、俺はそれを対して褒めたいんよ。一口食べたら最高でしょ、みたいな。それは食べたうちに入るから大丈夫だよ、つって。今までご飯食べようと思っても、その厳しい奴が、はぁ、飯、お前みたいなクソみたいな人間が飯なんか食って栄養取ってどうすんだよ、バカ野郎。早く死ねって言ってたわけじゃん。俺はそいつを殺したいから。そいつに殺意がある。厳しすぎるあなたに。そこなんよ。とにかくそこを気をつけろって。自分に子供がもしもいるとして、その子がおかゆを食べて温泉行って帰ってきたら褒めてあげろってことなんよ。でも今の場合はもう帰ってきてんのに、なんかもう洗濯はちゃんと自分で洗濯しなさいよみたいな感じ、厳しいみたいな。褒めろ。褒めるのって難しいけど、できるようになるから。そう。わかった。その練習。これ10回繰り返したらできるようになるから。マジで。じゃあ次はもう温泉入ったから、もう今日はお風呂入らないでいいんよ。で、次が、夕ご飯を食べさせたいんよ。いや、さっき、行く前に食べたほぼ残ってるおかゆ、目の前に。いや、わかんないけど、その子的にそのおかゆ食べたいのかな？聞いてみ？何も食べたくないこと。いや、それはだから厳しいお前だから、その泣きじゃくってる子に聞いてほしいんよ。何食べたいんか、なんて言ってる。いや、だからそれお前だから、もうお前どっか行けって。もうその泣きじゃくってる子だから、大事なの。でもそういう欲がないんだもん。いや、それは全然、それお前だから。こいつ食べないんすよ。こいつ、食欲ないんだよ、みたいな。ありえないから。3日も飯食ってない状態で腹が減ってないなんかおかしいんよ。感覚がこう麻痺させられて気絶させられてんの多分。でも温泉入ったら一応血が巡り始めるから、その気絶してたのが一応ちょっと蘇るから、ちょっと考えようぜ。何が好きだったか思い出そう。一番今までで食べて美味しかったなと思う料理何？今の食欲無視していいから、とりあえず。一番美味しかったってそういうのって人にあるもんなの？いやいや、そのあるもんなのっていうか、俺がただ聞いてるだけだから、君に。みんながあるか知らないよ。俺モスバーガーの照り焼きバーガーとポテト L 食べてるときむっちゃ幸せになる。あと、ゲンジパイをむしゃむしゃむしゃって食べてるときむっちゃ幸せになる。あと、ぜんざいとか。幸せになるっていうのはさ、うん、その瞬間すべて忘れる、痛みがなくなるみたいな。わかるの？自分で。何が？幸せを感じるって。うん、感じる。その瞬間だけね。セックスのときみたいな感じよ。その瞬間だけ、わ、幸せです。おい、行っちゃったらもう、ちょっとどうしようみたいな。
俺やっぱ鬱だったんだって思い出した、学士みたいな、そんなになるよ。いやいや、感じないじゃなくて気絶させられてっからさ。いやだからなんか記念日とかあるじゃん、記念日。その時にほらなんか食べたいのないみたいな。まあその彼氏がいたとして、その彼氏がほらなんか食べたいのない一緒飛び越えみたいな時に食べたもんだよ。それで、あ、美味しかったなって思った。え、そういうことないの？それお前だいぶ拗ねてるぞ、それ。ないんだ。じゃあ、あるようにしたいんだ。嫌いなものもないけど、好きなものもないの。そうだけどさ、そこをなんとかさ、それだいぶ厳しい人が入っちゃってるから、もうちょっと素直な人が出てきてほしいよな。じゃあ、二択でいこうか。ハンバーグとピザどっちが好き？どっちかでいいか。ハンバーグかピザ。無人島で運ばれてきた。どっち食べんの？ハンバーグ。オッケーオッケー。ハンバーグとハンバーガー、どっち食べんの？ハンバーグ。ハンバーグと焼き鮭定食、どっち食べんの？焼き鮭？うん、鮭鮭、し、塩鮭で。焼き鮭と納豆定食、どっち？焼き鮭。焼き鮭とカレーライス。焼き鮭。焼き鮭と有名店のハンバーグ。ん？有名店？いや、なんかちょっとこうちょっとこだわった系の美味しいやつ。お前ね、焼き鮭が好きだぞ、多分。お前分かってないかもしれないけど、スーパーに行って焼き鮭買ってこい、マジで。食べなくていいから、一口も食べなくていいから、俺に作ると思ってやってみようか。分かる？ちょっと他人に作ると思ってさ、ちょっとちゃんとするんよ。自分に、食べないのに無駄じゃん。え、どういうこと？食べないのに。いやいや、そういう写真が見たいん。写真を撮って送ってほしい。やってみて。お前それ、お前泣きじゃくってる子が、お前ご飯作って食べれなかったとしても作ったのを見てさ、バーンとか叩いてさ、お前そんなんじゃ無駄じゃんとか言う？もうそれ厳しいぜ。俺は言えないな。よく頑張ったね、作ったのに。でも食べれないかもしれない。一口ペロリと鮭焼き、焼き鮭舐めてみたらどうかねって。そんな感じで言ってあげることもできそうじゃない？だいぶ厳しいな。なんかそういう風に例えられるとすごくわかるんだけど。だろ？よくわかるの。いい、それがいいね、それを。わかったやろ、意味。意味わかったやろ。意味はわかる。だけど、お前が厳しいんやって。もうお前二人いんのよ。で、もう一人を、むっちゃ厳しいんよ。もうなんなん、その厳しさみたいな。もう、あら、探し子だよ。私、あら、探し子です、みたいな。探し子、探し子、探し子だよ。本当に探し子しすぎだから。あら、探すなって。お前、親友がいたとしてね、親友がお前んち遊び来るじゃん？じゃ遊び来てさ、24時間ずーっとあら探してたらやばいぞ。お前、やばいやつだぞ、そこまで来たら。あなたのね、あなたのここがダメ、ここがダメ、とか、言う？普通。言わんやろ。俺の荒探しする？そんな。もうやめろってさ、無駄なことを。無駄な抵抗やめなさい。自分がやってることが間違いだってことに気づかないためね。完全なる間違いだから。もうその自分の荒探しは。気づこう。そこに気づくと先進めるから。結構むっちゃ簡単な、もう1たす1は2ぐらいで言ってるよ、俺。いじめを肯定すんのか？もう肯定できないやろ、いじめは。いじめんなよ。とにかくいじめないようにしないと。頑張れって。
そしてもっと言うと、これ君だけの問題じゃないから、もう全員同じことやってんのよ。やばいんだって。もうそれなんでそれを教えてあげられてないのか分かんないぐらい。本当は親が教えるんだけど、どの親も教えてないよ。お前の親だけじゃないよ。学校の先生が教えればいいんだけど、学校の先生も教えれてないよ。なぜならば、その全員が自分をそうやって、その、まあ、いわゆるあやすじゃないけど、それせずに荒探ししてるからだよ。全員が。もう全人類が。それやめようってもう、無意味だから。それこそ無駄だよ。その行為は全くもって無駄だよ。ただ君が食べないかもしれないけど、食べるかもしれないという1億分の1にかけて焼き鮭定食作るのは無駄じゃないぞ。俺無駄って言ったら怒るぞ。俺はその作ったその子を守りたい。無駄だというお前をちょっともう消したい。作れ、頑張って作れ。焼き鮭だけでいいから。焼き鮭とおかゆで食べるぞ。もう一息やろ。いける？汁物はちょっとコーンスープと味噌汁とお吸い物、コンソメスープ4種類ありますけど、どちらなさいますか？ランチ、もうランチセットで 4つついてくるんですけど、どれがいいですか？味噌汁。味噌汁？ OK。 味噌汁作るぞ。味噌汁って作ったことありますか？自分からお出汁取ったことあります？モテたいんですか、モテたくないんですか、どっちですか？モテたい？うん、モテたいって何？いや、わかんないけど、その人からモテるみたいな感じ。男でも女でもなんかいいっすねみたいな、出汁とか余裕で取ってる姿かっこいいっすねみたいな、言われたい、言われたくない？また朝げすかって言われるか。どっちがいい？人からモテたいかってこと？うん、ちょろっと。あ、そういうの作れるんだみたいな。俺結構ちゃんと椎茸と昆布だしで沸騰したら鰹節ブワーって入れて1分間火止めて待って、それでこしちゃうタイプ。俺豆すぎてちょっと気持ち悪いかもしれないけど、どうせ味うまいから美味しいって言ってくれるの知ってるから大丈夫なの。うざがられても美味しいはもううざいに勝っちゃうから。人のためだったらできるよ。おい、お前もうそれもう名言だぞお前。それを人って言わず人間のためって言ってくれ。人間のためだったらできるぞって言って。いやでも本当に人のためだ。いやだから人って言わないで、人じゃなくて人間のため。そう、お前人って他人って書いて人って言ってるだろ。漢字を人だって、ただの人だったらお前にだってそうだろ。お前のために作る。そこのからくりに気づけても、それに逆にお前らだいぶ洗脳されてるぞ。人にはできる、自分にはできない。自分なんてみっともない、どうでもいいクソだから、私は自分には美味しい料理なんて作らない。出汁なんか取らない。朝焼けで十分。でも人だったら、そしてかっこいいイケメンの私の彼だったら、そのためだったら出汁から取ってるふりをするよみたいな感じでしょ。逆にしろって、自分のためにふりをしてくれよ。自分に、はあ、今日はどうかな、ランチョンマットはどう色がいい、チェックがいいみたいな、そういうところを自分にやってみろって。そこやって、もうあと一杯、もう一個だけボタン違い、もう掛け違いになってるだけだから。人のためだったらできるんやろ。人のためにやってみない？じゃあせめて俺のために作ってくれよ。じゃあ俺に写真送るためだけに。でどうせ食べるのはお前だから食べてくれよ。作ってみろって。でも本人いらないって言ってても。それはお前がいらないって言ってるだけ。お腹は減ってるから、体としての、つまり人としての君は減ってるから、お腹が。お前が止めてるだけなんやって。それおかしいから、3日食べてなくて腹が減ってないって。それ虐待を受けてる子供が言うようなことだよ。
お腹減ってませんとか言って、絶対減ってるから頑張ってコンビニ行かずに鮭買ってこいって。次のミッション鮭、鮭を焼こう。買ってきて鮭だけでいいわ。もう鮭だけ、鮭買ってきて鮭焼いちゃえ。お前鮭好きなんや、俺確認済みだから。それは分かった。できる子よ、あなたはできる子。もう俺の知ってるあなたはできる子よ。今のところお粥も食べれてるし、温泉にも行けてるし、もう俺の知ってるできる子が頑張って。もう文句言うやつはいるんだけど、いじめっ子が、もうそいつはちょっともう気絶させたい。いや、食べれなかったらどうするの。食べれなかったら冷凍して俺に送ってくれ、郵送代出してあげる俺お前が焼いた鮭としてもそれを永久に保存しときたいわ。やめてよ。いやでもそこまで、それぐらい俺価値感じてんだけど。いいよ、お前は全然厳しい、なんかしょうもない親だからさ。俺の方がいいよ。もう人の親かもしれないけど、俺の方がなんか実の親みたいな対応できそうだよ。よくやったねーって言うから俺それを送ってくれよ、冷凍して。クール宅急便で着払いで。いらないって。いや、いらないけど面白いじゃん。俺は記録に残しておきたいから。いや、それお前の価値観で考えんなって。俺は俺の価値観があるんよ。お前にとってはどうでもいい、こんなクソみたいな人間のために焼いた焼き鮭をあなたに送るなんておかしいと思ってるわけじゃん。俺は違うんよ。俺の大事な親友であるあなたが、その焼いた鮭を食べれなくても、もう俺が代わりに食べたいみたいな気持ちでいるってこと。いや、これで君にパンティを見せてくれとか、後でお金を請求したら本当になんかしょうもないやつだけど、もう俺そういうことじゃないわけじゃん。頼むよ。そこは信用してくれよ、俺。だってこれ何の利得があんの、これ。あ、まあ、ドキュメンタリー撮ってるからってことか。いい人ぶってんの？さっき撮ってなかったけど、さっきと違うの俺。そういうことや。だから変わんないはずだから、頼むよ。頼むから焼き鮭焼けって。マジで。もう焼き鮭焼いたらわかるから。もう鮭がお前に話しかけるはずだから。ありがとう。私は、金の鮭です。焼いてくれてありがとう。ごめん、もう自分で言いながら、自分でもう喜びに浸ってしまった今。鮭が話しかけそうな気がするんだよ、焼いたら。あの時、そう、あなたが7歳の時食べたこの焼き鮭と、あの鮭です、私は美味しかったでしょうね、みたいな。何か思い出すはずないよね。だから本当はおかゆと言わず白ご飯と海苔と醤油つけた海苔と鮭とかで食べてみてほしいんだよね。何かを一瞬で思い出すよ多分。まあそういうやり方をやるぞ。まあ別にいいよ、今日お前のそんな自由や。いや、鮭焼かんでも焼いても別に。しかも俺もそこまでは付き合わんし。ただ今一つ演技したってことよ。こうやってやってみることで、今んとこその時間がさ、無駄に過ぎなかったろ。それなりにさ、有意義な時間が過ぎなかった。それなりにだよ。お風呂入ったってこと？そうよ、お風呂入ったんやから。お前入ってな、入れなかったんだよ今まで。頼むよ、ちょっとだけでいいからさ、褒めてあげろよ。小宮君、ここまで。あ、いいですか。どこだっけ。電話。ああ、オッケー。もう今日最終回、あ、今日のラスト、お前との電話だって。頑張れ。嘘でもいいから、鮭焼きますって切ったら。俺の仕事が今日終わるんだけど。鮭焼きますって言ってよ、嘘でいいから。よろしく。切るぞ。切る。いやいや、切る切る。これ以上やらないと、お前これでなんかこう、もう電話しないとちょっと辛いみたいに、やりすぎるとまた依存するんだよ。そこら辺ね、ちょっと適度に付き合うのが一番。俺とは適度にちょぼちぼちと付き合う。その瞬間は一生懸命やるから。オッケー。
まあ、風俗嬢みたいな感じだ。この瞬間だけで、瞬間だけ。一生懸命頑張るから。よろしくよ。頑張ってよ。お前、でも、一番初めから考えたらもう考えられないぐらい今素直になってきてる。やばいって。むっちゃ素直なやつ出てきてる。もうね、もう半分出ちゃってる、もう顔が。もう一息だ。頑張れ。今日このままスーパー行って焼きジャキ焼いたらやばいことが起きるから、もう騙されたと思ってやってみよう。オッケー、頑張って。自分で切ったら終わるぞこれ。行ってきますって言って切ってくれよ。それでまた鮭焼いたら俺に電話してほしいよ。あ、電話っていうかメールしてほしいよ。いや、鮭焼けなくても買ったら、台所の上の、その、まだ焼いてない鮭を写真を送ってくれよ。じゃあ、それでもできなかったら鮭描いてくれ。鉛筆で、鮭描いて、色鉛筆で塗って送ってくれ。なんでもいいよ。なんか鮭が君に何か話しかけるから。鮭を具体的な物として見たいんだけど。絵でもいい。絵でもいい。じゃあ、お前が記憶してる中での最高の鮭とご飯と味噌汁の瞬間をちょっと絵にして送ってくれよ。鮭。うん。まあ、本当はその食品サンプルを現実に作ってほしいんだけど、スーパーで買った鮭で。だからお前が食べるんじゃなくて、私の記憶によると、その、ハンバーグにもハンバーガーにも、有名店のハンバーグにも勝るその焼き鮭っていう自分のイメージはこういう感じだっていうのをちょっと示してほしいんだけど。できればスーパー。まあ、行けなくても色鉛筆で。色鉛筆持ってる？持ってる。オッケー。まあ、意外とお前絵うまそうだから、絵描いたら描いたでそれ売れるかもしれない。もういい絵だったら俺が売るわ。頑張って。頑張れ。それで、厳しいなんかもう、くだらないなんかもう、どうしようもない親みたいなやつがいるから、そいつからの言葉にあんまり翻弄されずに。わかった？無駄って言われても、人生に無駄はないっていう、もう、その言葉で頑張って、もう、おまじないで跳ね返して。俺もう人生、俺は本当に俺が経験した最高の自分が味わったことを教えてあげるよ。人生何も無駄はない、なかったんだけど、俺。何回も言って、ここで風呂入って何なるの、ここで何をして何になるのってずっと言い続けてたの俺。だけどまあ結論がもう無駄はなかった。全部意味ある。後でわかるから。頑張れよ。頑張ろう。まあ、とは言っても俺はもう今のお風呂に入ったところまでで100点満点だから、もうあとは200点なのか300点なのかゲームだからこれ。そこは安心しとけ。焼き鮭買いに行けなくても、そこでマイナス600点とかお前点数すぐつけるからそんなことしないで、とりあえず今までで100点らしいって言えば確認しといて。100点が200点になるか300点になるか。絵描いたら200点やろ。マジでガチで焼き鮭焼いたら300点やろ。どうする？やってみる。 OK。じゃあ電話切るぞ。またね。うん。また、やったらメールしてくれ。練習。これをもう何回もラリーしてれば、もう速攻で治るから。はいよ。行ってみよう。行ってきますって言ってみて。素直になってきてる。またね。バイちゃん。また連絡して。行くぜ。今日寝るまでやってあげるから、これ。寝るときは寝るときでまた楽しいやり方があるから。もうそれ知りたかったら、もうまずはこの目の前のミッション終わらせないと。次のゲーム取り組めないから。頑張れ。行ってこい。ないよ。じゃあ自分で来て。はい、行ってらっしゃい。よし。来た。はあ、お疲れ。いやエンディングテーマで。
ックですね、本当。お疲れ様。いやー、頑張りやろ。でも最後、むっちゃ可愛くなったの分かる、その子が。むっちゃ本当声が、もう可愛い声になったの。すごいですね。そう。でも俺が合わない方がいいのは、それで好きになっちゃうぐらい。でもそれぐらいのグーッとエネルギーでやると変わるんよ。こんなのお医者がやったらむちゃくちゃになる。だからもうこういう適当なよくわかんないやつが声だけで絶対に合わないで、でも最後むっちゃ可愛い声出した。いやもう絵の時点で描くって言ってましたね。そう、もうその時点がおかしいじゃん、うん、それってもう一個見せてんのよ、うん、私絵が描けます、うん、色鉛筆を持ってますって言ってるわけだから、だからこうやってなんていうのかな、これ小説描くときとほとんど同じなんよ俺の中で。さあ次のまた何かが来てる、うん、多分いろんな伏線をこっちはほら感じ取れるから、それがこのもうバカみたいに原稿書く男の技ですよ。技、この匠の技を。匠だ、ビフォーアフターでしょこれ。いや本当に、いや俺結構、いや疲れ、これアップしようぜ、はい、もういいよ、もう多分今の子は OK すると思うから。いや本当だ、ませありがとうございました。オーケー、今日も長時間。いや、お疲れでした。お疲れ様。いや、いい番組見られた。いやいや、本当に。何時間ぐらい撮れたの？今日多分3時間半くらいですかね。あ、バッチリじゃん。もう3時間いっぺんでいけそう。いけ、まあ、ギリいけるか、うん、もしか、まあ、ちょいちょい、まあ、半分、うん。半分にし、半々にしたら。まあまあ、そうね。全編公演でも。全編公演でも。もう、キョタフリで。キョタフリ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 ックスで。もうギョッタフリックスで書いてる。フリックス、ちょっと書いておきます、制作。それでもうシーズン1。シーズン1。シーズン1スタート。いやー、始まりましたよ。坂口恭平生活で。生活で。坂口日記じゃなくて、坂口恭平生活で。生活、わかりました。いやー、ほんと、ありがとうございました。トゥル恭平賞でもいいけどね。なんかトゥル、そうですね。拍手ができる。トゥル恭平坂口賞でいいんじゃない？トゥル恭平坂口賞ですか？トゥリューってあれですよね、人の名前ですよね。違う、あれ真実のかと思ったんですよ、自分も。あ、トゥルーマンだ。トゥルーマンだから。いや、だからそれはでもトゥルーがトゥルーってことでしょ。じゃあ真実にしますか。トゥルーじゃ、トゥルー京平坂口翔。トゥルー京平坂口翔、全部英語で。わかりました。了解。シーズン1スタート。シーズン1スタート。いいよ、あんまそう。じゃあ前のはまあ前哨戦で、はい、そうですね、今日から始まります、はい、シーズンが。週1ぐらいでアップした方がいいんじゃない？ YouTube したいです。じゃあ次東京で、うん、いいエリックさんと一緒の、うん、開けましょう。もうそれ用のアカウントで番組作ってて。あ、わかりました。うん、トゥルー京平坂口ショーって。はい、もうそれのアカウントで。あ、わかりました。うん、俺1円もいらないから。はい。じゃあ自分のアカウント変えます、名前、うんうん、一応の配信して、はい、広告料も取れるようにしといたら。あ、わかりました、うん。もうなんかすでに600人くらいは登録者いるんで、ああ、その人はそのまま、なるほど、流れ、いいはい、トゥルー京平坂口翔、わ、うん、かりました。まあなんなら俺のアカウントあげるけどね。いやいやいや、それは。OK。じゃあわかりました。ありがとうございます。じゃあお疲れ。じゃあまた連絡します。はいよ。3日。よく頑張った今日。いやいやいや、今日いいシーンいっぱい撮った。いや本当。もうトゥルーだから。すごいです。トゥルー京平坂口だから。